はい、皆さんこんにちは。今回はペーパークラフト1枚でいいの書の中からウサギの作り方を紹介していきます。ウサギの型紙の他にハサミと両面テープを用意してください。それでは、まずは型紙の黒い線に沿ってハサミで切っていきます。はい、全部切ることができたので部品の確認をしていきます。この一番大きな四角い紙が1枚と、細長くて短めの紙が 1,2,3,4 枚、一番小さな紙1枚と、ここにうっすらと模様の入っている細長い紙が2つ、顔のついている紙が1つです。これら全部を使って組み立てていきます。まずはこの四角い、この紙から使っていきます。そしたらテープをこの裏側の端っこですね、この辺りに貼り付けます。そしたらこっちとテープを今貼ってない方ですね、こっち側をこんな風に近づけてベタリと貼り付けます。で、反対側も同じようにします。はい、2つとも貼り付けるとこんな形になります。そしたらこの尖っている場所を潰して、そこにテープを貼り付けて、これをこっち側に折ってくっつけます。こんな感じですね。もう一つ反対側も同じようにします。はい、こんな形になりました。そしたらこれ一度避けておきます。そしたら次にこの4つの部品を用意します。そしたらこの紙の裏側の端っこにテープを貼り付けて、両端を合わせてこんな形になるように留めます。あとの3つも同じようにしていきます。はい、4つとも2つに畳むことができました。そしたらこれも一度避けておきます。そしたら次にこの小さな部品ですね、これを用意します。裏側端っこにテープを貼り付けて、これをぐるりと丸めます。はい、こんな輪っか、ちっちゃな輪っかを作ってください。次に顔のついている部品を用意します。これの裏側にの端っこにテープを貼って、さっきと同じようにこれもくるんと丸めて、はい、輪っかの形にしてください。そしたら次にこの細長い紙を用意します。紙の端っこにテープを貼り付けて、反対側の端っこと合わせて2つに畳みます。こんな感じですね。もう一つも同じようにします。はい、こんな感じです。そしたら今作ったこの2つとさっき作ったこの顔ですね、これをくっつけていきます。で、この時ねちょっと分かりにくいんですけれども、うっすら模様の入ってる方と何も書いてない方がありますね。この模様のついて微妙に薄く色のついている方が、あの顔の前の方に来るので間違えないようにしてください。こんな感じですね。これで耳がつきました。そしたら次にこの部品とこの4つの部品を用意します。これは体と足になります。
この紙の端っこにテープを貼り付けて、この中に斜めに差し込んで留めます。もう一つもテープを貼って、これを斜めに差し込んで留めます。そしてこれを外側に開いて折り曲げます。こんな感じですね。次に後ろ足です。テープを貼って、今度はこっち向きに斜めに貼り付けます。そしたらもう一つもテープを貼って斜めに貼り付けます。そしたらこれを今度はこっち側ですね、こっち側に折り曲げて、はい、こんな形にしてください。こんな感じですね。こっち側が前になります。そしたらさっき作った頭をこの上に貼り付けます。こんな感じですね。最後にこの小さな輪っかをお尻に貼り付けて尻尾にしてあげれば完成です。こんな感じですね。はい、これで1枚の紙からウサギを作ることができました。そんなに難しい折り方をする場所ねないので作りやすいと思います。皆さんもぜひやってみてください。というわけで今回は1枚の紙から作るウサギの作り方でした。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた。